車椅子ドラマー高典。皆さんおはこんばんちは、車椅子ドラマーの高典です。というわけでございましてね、最近やっぱりね、食通がちょっとしんどいんで、ね、ゲビをねやっていこうと思うんですけど、ドラムってね、何がいいかって、本当に、ね、歩くのはちょっと大変だし、ね、階段とかも大変だけど、もうかといって動かさないのもダメな時にね、この子がね、ドラムくんがね、めちゃめちゃ便利でしてね、ドラムを使ってね、普通にリハビリな感じでね、太鼓を叩こうと思うんですけどもね。でもさっきもね、ちょっとやってたんですけど、この時にね、なぜかね、レズギンカが頭の中で流れてきて、ヤプノフの。なので、ちょっと普通のこう、なんでもない、ドラムソロでもなんでもないですけどね、ちょっと、レズギンカを乗せてね、やってみようと思います。はい、というわけでございましてね、僕にとってはリハビリって結構大切な作業なんですけど、なかなかね、しんどくて、でもね、音楽でリハビリできるってめちゃめちゃ僕にとっては最高な環境なんでね、これからもね、この子たちを使ってね、リハビリしていこうと思いますね。本当に皆様がね、見ていただけるからね、やる気になってるんで、本当に皆さんに感謝でございます。なわけでございまして、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマ高典でした。いやご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。